はい、今山梨県に来ております。いいよ、いっぱい桃食べるぞ。やっぱ寝かせんとかね、車の中でもね。これ食べていいんだって、全部ここに入れて食べたいやつ、もう選んでいきます。いいね、いいね、どんどん剥いてて。うわー、すごい、おいしい、おいしい、いいな。もうこれだって1つ食べただけで元取れてる。そうそうそう、2個か、2個ぐらい。ここで食べなきゃいけない。2個1000円か。ここで食べなきゃいけない。あ、そうか、交通費やんか。交通費とかそれに入れたら2つぐらい、3つぐらい食べて、うん、3つぐらい食べて最低ね。ひよこ糸出るか、ひよこ糸出るか。あれ出ない、ひよこ糸出ない。あ、出てる、ひよこ糸出てた。じゃじゃーん、もっと持ってきたよ。食べる人、もう食べない。え、何、あれ、え、もういけない。え、もういけない。え、いや、元取れたので、ごちそうさまです。次行きたいと思います。次の目標はフルーツパフェです。はい、調べていこうか。パフェ食べよう。今日はフルーツ三昧。最高です。これ一緒に食べていいですか。やだ、これ食べる。ぶどう、ほら、はい、どうぞ。え、あ、ごめん、待ち構えたね。はい、食べてみ。皮ごと食べれます。美味しい。美味しい。美味しい。じゃあ一つ。あ、ありがとうございます。はい、あの、皆さんお選びくださいませ。あ、一番いいやつ。一番いいやつ、はい、はい、一番いいやつ。大きい方がいいとかありますかね。あ、もうお姉さんが選んでいただいて、はい、なんか良さそうなやつ。ありがとうございます。おいしい、食べましょう。お土産も買えて大満足です。美味しかった、よかったね。おピーピー。じゃあパフェがすごい有名なところということで、いい感じのお店を見つけました。フルーツとパフェをいただ、あ、おー、あ、美味しい。すごい美味しそうだね。これ食べる。いや、めっちゃ美味しそう。何頼んだ。お楽しみ。ママが絶対好きだ。あ、本当。来たよ、ママ。来たー、メロンパフェ。すごい、え、何かフラミンゴがいる。え、かわいい。え、あ、いる人。フラミンゴがいる。こう、食べる。いやー、パパこれ食べる、いい。え、ママが食べたんじゃない。せーの、ガさん、はい、いただきます。ねえねえねえ、でもこれ食べたい。あ、なんか喧嘩するからパパは食べる。いただきます。じゃんじゃん、これね、河口湖で、あの、生き生きと育った白鳥の湖が、ねえ、ひな食べれないんだけど。何？じゃ聞いて、パパの白鳥の湖が、うん、聞いて聞いて、聞いてるよ、聞いてる、うん、お口の中で、うん、すごい、あの、ワルツを踊ってる。何それ。だから、なんか、うん、アンパンマンが、うん、飛んだ。アンパンマンが飛んでる。アンパンマンが飛んだ。すごい食レポ。口の中でスポンジと、うん、マスカットが一緒に、うん、お口の中でプールをしてる。二つ目のパフェが来ました。わー、はーい、私です。いやー、見てー。あ、ひまちゃん、メロン出てきた、メロン出てきた。ママ、ママ、ほら、狙ってるよ。食べないと。え、くれんの。ママにメロンをあげる優しいひまり。優しい。うん、なんかね、メロンに関して子供たち、ママにすごい優しい。メロンもくれる。感想は？あ、とても美味しいですけど。本日はご来店いただきまして誠に。メロン、いただきます。じゃあこの白鳥の湖、ワルツを食べます。え、あのね、
箱の中に入れる。めっちゃ食べてるじゃん、パパ。食べてさ、大抵上の方でなんか初見殺しやん、うん、でもこれ下まで美味しいね。ね、美味しいね。うん、これはね、隠れた名店です。皆さんも山梨に行った際は行ってみてください。あー、美味しかった。ちょうど2つでよかったです。ボリューミー、ボリューミー。せーのがさん、はい、ごちそうさまでした。美味しかった。美味しかった。最高のパフェに出会ったね。じゃあ今から、富士山をね、ちょっと 見つつ、ほうとううどんを食べたいということで検索してます。長池小屋水公園。そう、ちょっと遠いですが、日が落ちる前に向かいます。出発するよ。はい、じゃあ今からね、富士山を見に行きます。レッツゴー。おピーピー。はい、みんな着きましたよ。おはようございます。おはようございます。すごいよ、早くおいで。すごい、これうわー、すごー。富士山めっちゃ綺麗、夕日と富士山。はい、チーズ。あー、来た甲斐があったね。ここで泊まりたいね。現実逃避したくなるくらい綺麗な景色です。はい、ということで富士山がね、無事見えたのでね、ちょうどもう雲に隠れちゃって、さっき良かったですね。一番いい時に見えたかもしれない。ね、だいぶ良かったね。うん、よし、じゃあうどん食べて帰ろっか。到着しましたよ。キャンプみたい。ん？キャンプみたいなね。すごいね、見た目が。これ見てこれ。斬新な建物でした。こちら馬崎と祭りですね。すごい。山梨名物の伊藤うどんにも詰めた馬鹿などを見ました。やめて。土手に来た、土手に。はい、いただきます、お手に。え、うん、馬刺し。ちょっとこれ大人には早いかな。いただきます。お手に。山梨名物に下包みを作ります。あ、いい匂い。はい、念願のほとうどんです。どうした？入れない。入れない。今日もいい日だったね。今日もいい日だったね。カバリ。カバリ。でさ、お野菜食べてないけど。お野菜。あ、忘れてた。忘れてた。じゃあ追加しとく。おかわり。おかわり。ね、またさ、お野菜忘れてる。お野菜忘れてるよ今。すごいね、これボリューミーだしさ、こうヘルシーだよね。ねえ、お野菜いっぱい。え？かぼちゃ入ってるじゃん。そう、かぼちゃ入ってる。パパ、かぼちゃ食べれないんですけど。かぼちゃ、いただきたいと思います。おいしい。あ。着きましたよ、温泉に。これでちゃちゃっと入って帰りますよ、もう今日は。はい、今ね、温泉から出ました。じゃあ温泉の後は、うわ、温泉。あ、これいいじゃん、チョコレートボール。チョコレートボールどう？チョコレートボール。オッケー。喧嘩しない、はい、喧嘩しないよ。いや、はい、うわ、すごいすごい。何が出てくるの？何が出てくる？え、あ、そういうピノみたいな感じ。ああ、個包装なんだ。すごいけど、これで280円。すごいけど、これで280円。いい？うん、食べる。はい、ちゃんとゆっくり食べてよ。ママも食べます。ママ食べよう。チョコもいただきます。ゲットしました。みなさん、帰りますよ。やだ。え、旅行行きたいよ。え、旅行じゃん、もはや。帰りたくないほど楽しかったようです。楽しかったのだ。はい、温泉が楽しかったです。温泉楽しかった。はい、それではね、帰りはパパが運転して帰ります。はい、愛知まで3時間。
3時間だね。約3時間か。3時間早すぎる。いや遅いけどね結構。で帰ったら12時か、うん、はい、じゃあ12時ですね。日帰り旅楽しかったですか？はい、はい、はい、じゃあ出発ゴー。